浦安市運動公園陸上競技場は、千葉県浦安市にある、日本陸上競技連盟第四子公認の陸上競技場研究技場である。指定管理者は、公益財団法人浦安財団。関東サッカーリーグ一部所属のブリオベッカ浦安が、ホームスタジアムとして利用しているほか、東京議場の命名権を取得している。工事は2009年から着工したが、 2011年の東日本大震災による影響で一時中断、被害状況の確認、調査を行った後2013年より工事を再開、2015年4月に約6年にわたる工事を終え竣工した。ブリオベッカ・ウラヤスが関東サッカーリーグに所属した2015年度に本拠地として使用しているが、2016年度に昇格した JFL 並びに J リーグでは、 リーグ規定により、人工芝の競技場を本拠地として使用することが認められていない。またしも、術の通り、スタンドは2500人程度しか収容できないため、JFLJ3 リーグの加減収容人員である、原則5000人にも満たしていないため、ブリオベッカは、JFL に参戦した2016年から柏の、箱演奏号競技場をメインとして、 千葉県内の主要市町村のスタジアムを巡回して、ホーム戦を開催していた。しかし、ブリオベッカは2017年の JFL で年間順位15位となり、J リーグ昇格などでリーグを離れるチームがなかったことから、16位の栃木ウーバーと共に関東リーグへの降格が決定。2018年は3年ぶりに東京を議場でホーム戦を開催することになった。 2020年4月1日より、浦安市の公共体育施設について、地元の企業、団体と命名権契約を締結したのに伴い、東陸上競技場は、ブリオベッカ浦安の運営会社、株式会社ベイフットボール浦安と、年120万円5年間の契約を結び、ブリオベッカ浦安競技場として運用されることになった。 広報浦安2015年3月15日号1.2ページ、浦安市運動公園陸上競技場がオープンします。2015年11月26日閲覧。浦安市スポーツ施設ネーミングライツパートナーについて、浦安市。 https://www.st.urayasu.lg.jp://shogai-kusahu-sports:/1024560/1028126.html2021 年4月12日閲覧施設の内容。ありがとうございます。